どうも皆さんこんにちは、ナオです。今回ですね、はいこちら大の大冒険クロスブレイド第2弾のドラゴンレア3種類、こちらを使ってバトルしていきたいと思います。さあこれね、奇跡的に主人公3人衆がねドラゴンレアで揃ったんだけど、まあ、ポップだけが3枚出るっていうね。でめっちゃ狙ってた大くんのねドラゴンレアも引くことができまして、こちら必殺技が火炎第1弾っていうね新しいものに変化しまして、さらには3から5ラウンド目の自分ターン、ブレイブインパクト速度を遅くする。で2つ目のアビリティ、ブレイブインパクトがパーフェクトだと必殺技ダメージをショーアップっていうね、なんとも噛み合った性能をしております。これはかなり使いやすいんじゃないでしょうか。でマームの方が2ラウンドから4ラウンド目の自分ターン、敵全体のガードルーレットを少し速くすると。でポップもマームも敵の不死へのダメージをショーアップっていうね、あ、チューアップっていうものを持ってまして、これもかなりね、まあ敵が不死なら使いやすいかなって思います。という感じで早速このカード3枚を使ってバトルしていけと思います。さあまずは主人公の大君、パーン、あいつを倒す。さあからの主人公のお供、はいポップ3枚出たよこれなんで3枚出たんだろうねポップだけ。だったらマームが良かったな。はい、これ可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんだけど、これめっちゃ好きこれ。さあマームタンが、はいこんな感じ。さあ見栄え最高、行きましょう。なんか完全に勇者のパーティーっていう感じだね。さあで今回選んだステージなんですが、不死属性がいっぱい出てくるステージ、いやむしろ不死しかいない、はいそういう場所を選びました。かなり相性はいいはず。さあ大の大冒険がねこういうところ結構大事で、相手の属性がバトル前に見ることができるんですよ。そのタイミングでこうね相性のいい相手が不死だったら不死へのダメージチューアップとか、そういうキャラクターを入れるとかなり戦いやすくなるかなって思います。ほら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 。ただこれも15連打すればなんかそんなにあれらしいねそんな頑張んなくてもいいらしいね。はい1体残った。そんなに難易度はでも高くない感じがする。多分これもねガードしてればそんな食らわないんじゃない。あー全然余裕じゃん。さすが、はいからのフルリンチ行きましょう敵1体に対して3人で攻撃をするというね、なかなか勇者らしからぬ光景ですが、行ってもらうぜ。くらっとけ。OK。さあ全然余裕ですね。さあただこういうところもきっちりとね SS ランクを出しながら経験値を上げていくという。あやべミスった、やべやべ連打しちゃった。うわ大丈夫かな。うわしかも倒せないし、うわ2人攻撃できなかった。いやーやばい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 、ポップがリンチされとる。オッケーオッケー。あでも待って待って、もうちょっとで技見れるかも。ヘルクラッシャー倒せるか。あー微妙、硬い、結構硬いこいつ。うわ勝って、マジか。ヘルクラッシャー倒せなかった、やばい。骸骨だけでも倒してくれポップ。メラザードッシュ、オッケー。さあただヘルクラッシャーが2体残っております。さあ大丈夫だろうか、大丈夫だろうか。あでも必殺技打ってこないね。火力もそんなにか、はい、防御死んだけど。あやべ、まあ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 。さあ虹色の宝箱なかなか落ちないですね。あれもねできればさ虹色の宝箱落としてほしいんだけどね、アイテムとか拾えるから。あれねまだ金が2個しか落ちない。ヘルクラッシャー倒したらもらえるかな。あさあここでダイのアビリティとマームのアビリティがどっちも発動しますからの、はい陶器ゲージマックス来た。さあこれで必殺技を打つことができるんですが、これすごいのがねマームが魔氷弾ヒャダルコで、ダイがね火炎第一弾っていうね。じゃあ、豪華に全員使っちゃおうか。いく。さあ必殺技3連撃。あーこれ苦手。あー怖い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 。あ
よっしゃー、危ない。これでも食らえ。危なかった。これ結構ね苦手なんだ。はい、ベギラマドン。強っ。強っ。待って、危ない。オッケー。あーでも待って、グレートだった。おー、かわいい。見た今のお尻のカットインが。あー、台まで行かなかったはい、バトル3があるんで、ちょっとここで台の必殺技をね見ていきたい。必殺技が発動する。はい、これで台は OK。 したらまあこんな感じで、さあまずはマムタンの攻撃。いやー、かわいいな。ほら、さあ残りは台が吹っ飛ばしてくれるはず。さあからの、はい、これもいい感じで HP を削って台につなげてくれれば OK。 さあ火炎第1弾どんな技なんでしょうね。はい、ここで台の必殺技だ。あー、ちょっと外したけど、まあ OK。 強っえ、全員いった、やば、強っさあこれでいったでしょう。ほら、あ、オッケー。最後にもう一回見える。放て火炎第一弾、滅びろ。つきこー、次よ。はい、という感じでね。おー、いいダメージだったね。最後なんか必殺ダメージアップでだいたい 1.5 倍ぐらいにダメージが上がったけど、なんかの効果で上がったっぽいね。あー、まあまあ虹とはならずだけど、結構いろんなアイテムがもらえましたね。はい、はい、とちょっと最後にアバターの装備カスタマイズしよっか。あの連呼でさ、めちゃくちゃいいアイテムゲットして、ちょっとそれ装備していきたいかな。さすがね、かわいいな、マームかわいいな。さあ皆さんはこの3人のキャラだと誰が一番好きでしょうか。はい、僕は圧倒的ダイキュンです。さあ今こんな感じでね、盾がまあ鬼蜘蛛の盾で、パプニカのナイフを装備してるんだけど、これね、はい、装備変更でちょっと連呼中にこんな感じめちゃくちゃいい武器拾ったから、ちょっと変えていこうか。あー、どれがいいんだろう。あ、これいいかもしんない。3から5ラウンドターン敵ヒュンケルがいると攻撃ダイアップ強っ。え、強くで、絶対これいいでしょ。あ、これでしょ。で、盾もね、見てこれ、オーガシールドとか大の鉄の盾とかめちゃくちゃいいアイテムゲットしてるんだけど、ちょっとこれもね、どれがいいかわかんないな。どれがいいんだろう。消炎からのダメージ、消炎あんまりなさそうだもんね。あ、これ強いでしょ。これにしよっか。ヒュンケルからのダメージ中断。はい、からのアクセサリーはね、味方魔勇者の属性が不死になる常時。あ、そういうのがあるんだね。ブレイブインパクト速度ダウン、ダイの攻撃中アップ、ヒュンケルの攻撃ダイアップ。なるほど。あー、まあ、ヒュンケル使うときはこれがいいかもしんないけど、まあ覇者の冠が安定かもしれない、これは。あ、で2つ目が、じゃあアバンの印かっこヒュンケルです。おー、いいね。さあそのうち鎧とかもね出るかもしれないよね、これね。はい、ということで今回ですね、こちらクロスブレード第2弾のドラゴンレア 3C を使ってバトルさせていただきました。さあこれ全体的に使いやすいし、ドラゴンレアって、まあ、ギガレアほどじゃないけどステータスもかなり高いのでね、まあ初心者の方でもかなり使いやすいんじゃないかなって思います。で自分はダイが大好きなので、ちょっとこのねドラゴンレアを引き当てることができて嬉しかったんですが、まあ実は今回ねダイくんのギガレアもいるらしいんだよ。でこのギガレアのダイがまたかっこよくて、必殺技もアバンストラッシュ、まあダイの大冒険の代名詞とも言えるね必殺技も使えるということなので、まあねまたちょっとここら辺を狙ってそのうち連呼していきたいかなって思います。はい、ということで今回もチャンネル登録や高評価などぜひぜひよろしくお願いいたします。
で、大の大冒険クロスブレードの動画他にもアップしておりますので、そちらもぜひ下の概要欄や終了画面の方から見ていただけると幸いです。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。